老舗の手ごねハンバーグ。何回行っても飽きない名店。続いては富士市役所のすぐそばにあるグリルフライパン。創業は昭和38年。店内にはメニューが書かれたフライパンが並び、レトロな雰囲気が漂います。ハンバーグを作ってるお店なんです。よく言うアットホームのお店ですね。ハンバーグを作り続けて43年になるという店主おすすめのメニューが、ハンバーグと鶏の照り焼き定食です。牛肉と豚肉が8対2ぐらいで、粗挽きの玉ねぎ、卵、牛乳、パン粉も入ってますね。丁寧に手でこねたハンバーグは塩コショウで下味をつけ、低温でじっくり焼き上げていきます。醤油ベースのソースが一番多いです。それが合うようにハンバーグを作ってますから。肉汁たっぷりのハンバーグは粗めの肉と玉ねぎの食感が絶妙で、ニンニクや玉ねぎなどが入った醤油ベースのソースが食欲を刺激します。鶏の照り焼きは素材にもこだわっています。津軽鶏を使ってるんですよね。胸肉をちょっと固めなんですけど、甘みがあるんです。お醤油ベースの味で焼き上げます。鶏肉はふっくらとした肉質で、中は驚くほどジューシー。ソースのコクと甘みが深く絡み、一口噛むごとにあふれる肉汁が口の中に広がります。牛のひき肉にツナ、コーンの3種類が味わえるコロッケの定食も人気です。コロッケはですね、メークインを茹でましてね、それに対して粉チーズ入りまして、バターで炒めて。オーダーが入ってから作るので出来たて熱々が味わえます。そのまま食べても美味しいですが、ウスターソースやケチャップなどが入った自家製ソースをかければ、ホクホクでクリーミーな食感のコロッケにソースの酸味が絶妙にマッチします。作るのに1週間はかかるというこだわりのデミグラスソースを使った煮込みハンバーグもおすすめ。噛むほどにあふれる肉汁と濃厚なソースが調和し、心温まる洋食の味わいを堪能できます。昔からずっと同じことをやってますもんね。まあ楽しくやれればいいなと思ってるんで。洋食の魅力を心ゆくまで楽しめる富士市の名店グリルフライパンです。